おしゃれキャットマリーやっていきましょう。手持ちの積むすべて紹介し終えるまで終わらません。続きましてはマリーちゃんですね。マリーちゃんも初期の頃からある積むです。で、僕個人はこのマリーちゃんでね、初期の頃なんか高得点をバリッバリ狙ってたんですよね。まあ今思えば大してその稼げない積むだったっていうことに気がついたんだけども、そのマジカルボムを破壊しまくれっていうね、そのミッションを抱えてた時なんかっていうのはもう彼女か、もしくはミスバニー。ただミスバニーの方がちょっとね、スキルを使うまでの積むす、必要積むすっていうのが多いので、まあ、マリーちゃんの方がおすすめかなと思うんだけど、まあそのなんかね、マジカルボムが出てくるとなんかイコールこうスコアにつなげられるんじゃないかっていう、やっぱりね、なんか思い込みがまだまだこれをやってた頃っていうのはあったんですよね。うん。だからまあまあ安定して4つ5つのボムを出してくれるし、うまくいけばなんかこう無限ループって怖くねっていう状態を作ることができるんで、まあ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 、そのマジカルボムが必要なそのミッションなんかで言ったら結構重宝できるツムだと思うんだよね。うん。まあそのビッグツム潰すのにマリーとか、マリーじゃねえや、なんだっけ、サリーとか、サリーとマリーってなんかごちゃごちゃになってたな。マリー、サリーとか、ベイマックスとかね、そういうのを使おうみたいなのと同じで、マジカルボム使うなら、もうマリーちゃんみたいなね、そんな当たり前のことじゃーってね、そんなツムのスキル見れば僕にじゃーってね、うん。ちょっと別室でお話ししませんか。いやいや、別にその怖いことじゃないですよ。ね、はい。さ、もう間もなく終わるかな。てーてるててーてるててーてるててー、チュン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 。あー、もう一回くらい行けたら面白かったんだけどな。あ、でもこれ、溜めて終われそうですね。ピッピッ、ほい。じゃあ最後にバリバリ消してってください。ティルティロリン。ティロティロティン。チンチロチンチロチンチロチン。はい。ということでね。まあ、コインもね、やっぱボムだとそこまで稼げないって感じかな。はい。ということで、マリーちゃんね。なに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 。まあ、こういうこともありますか。じゃあ、この辺でお別れしましょう。バイバイ。